皆さんこんにちは、GM ガオです。タカです。大勢です。明日来てくれるのかな、アーノルド・シュワルツェネッガーです。せーの、ガオです。何回かけてるからどっちも行くな。来ました。ちょっと大食い系になるんじゃないかなと。大食いですか？てか、車内やばない。え、なんか詰まってる。普通これ後ろ見えるはずないけど、ね。まあ、後ろのね、昔からの車用車で、はい、今回はいつもはね、こうハイエースとかメリーゴー使わせていただいてるんですけども、うん、今回は僕らのボーイングメリーゴーで、はい、愛知県のトヨタにいてるんですけども、1万円使い切れドライブスルーチャレンジ。おー、大したな。ドライブスルーチャレンジ、ね、これ結構見たことあるよ、この YouTuber さん。いろんなのやってるからね。まあドライブスルーで1万円使い切ってねという話です。めっちゃ食えるね。まあ言うたら4人で1万円だから、意外と1人いくら。1500円。1500円やったらちょっと少ないんじゃない。1500円やったらいくらになる。4500、600、2000円やったら6000円や、違う、6000円、3000円や。だって3、4、12、あ、超えた。だから6000円ちゃう。すいません、これもういい大人なのさ。これでも12じゃん。ほんま、ほんま、ほんま、ボケやんな。2000、だから俺その10、4だから割り切れ500円出す。今因数分解しんな、それするか。するか。で、一旦ルールとしては、1軒目、ドライブスルーで買えました。2軒目着くまでに食べきってくださいねというルールなんですね。制限時間2時間で1万円なので。いや、でも俺結構腹減ってんだよ。え、多分秒で終わるんじゃん、ね、制限時間2時間過ぎた場合、この1万円は自腹となりますので、お気をつけください。 OK、 それじゃあ、はい、まず調べていきますか。1万円チャレンジレディーゴー。ちなみにマクドが1キロ、ケンタッキーが3キロやね。スターバックス。あ、スタバ最強やん。そう、スタバとかめっちゃやってるみんな。あ、スタバが 900m。 なんかさっぱりしたもん食いたい今。モスバーガー、いいな、モス。あ、モスいいな。モスやな、マクドよりはモスやな。いや、モス、あの、体にもいいよ。モス、徒歩22分もかかる。徒歩。はい、いや、徒歩で調べな。徒歩で調べな。ね、寿司とかないの？いやいや、今ね、はま寿司出てきてんけど、ドライブスルーで。え、寿司ある？ドライブスルー。ドライブスルー。ドライブ寿司？寿司？ほら見て、寿司スルー。寿司スルー？もう夏なんでよ、寿司スルーですよ。え、寿司行こうや、寿司。トヨタ朝日店。1キロ。行こう。え、サーモン！行きます。運転よろす。はい、それ。てか、寿司ってドライブスルーできんねんな。ね、今時ね。なるほどね。あ、そっち系。なるなるほどほどなるほどね。あと、安い。うわ、安すぎるわ。俺もっと稼げると思ったんに。待って、俺サーモン尽くしって。皆さん、フラグに向かってご注文どうぞ。いいですか？はい、いや、ちょっと待って、これだけで腹いっぱいになるで。待って、一旦行くわ、じゃあ俺。サーモン三昧。三昧の、二つ。三昧の、あの、わさび抜き。いや、やっぱ一個しよう。あ、わさびの方が、袋がつきますので。あ、了解です。全部入ってるってことですね。じゃあ、それが二つ。俺、マグロ尽くし。あと、特選レアステーキ丼も。ガトーショコラ行こうや。あ、稼げるね。はい、どうぞ。特選レアステーキ丼。海鮮レアステーキ丼。波と大盛りございますけども。波と大盛り。ないや、波。マグロサーモン丼、ガトーショコラ、はい、ブドウジュース4つで。え、こんなん余裕ちゃう、うん、ただ、やっぱこの前半で攻めたことみたいなと思っても楽でいい。はい、何分ぐらいですか？10分ぐらい、はい、全然大丈夫です。会計が3660円。安っ。いや、俺多分ここでお腹いっぱいになるね。3枚。アンダーアーマー。3枚。レアステーキ丼。アンダーアーマー。2枚。これ。はい。皆さん、すべての命、海の魚介に、せーの。いただきまーす。いただきまーす。うまそう。うわー、寿司久しぶりやな、なんか。うん。あ、うまいわ。うまっ。いただきまーす。あんまだれかけた？間違えた。なんだ。うん。てか、はま寿司でほな1万円使うのちょっとむずいんか、4人でも。唐揚げは唐揚げ。おるよな、寿司屋行ってそういうの頼むやつ。こうぞ。でも一番好きなの縁側です。通っぽいねって言ってほしいってこと、うん、レッツゴー。ボスへ。大勢よろしく。ごちそうさまでした。はま寿司さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと6000なんぼか。でも余裕な気にしてきた。これけどもうそんなかからへんで、多分一人セット1個ずつ頼む。はい、頑張って。セット1個いっても600円ぐらい。モスだったら1000円ぐらいのセットあったのかとかって。あったんだ。なんかこういう企画じゃないとき、聖地マンチーとか言って無限に食うてるイメージだったけど。なんかこういう、いざ、ライブ終わりじゃん。そう、動いた後じゃないとダメねってな、うん、
テチ君ライブ終わりはマジ一生飯食ってる。確かにな。弁当4つぐらい食ったんじゃないかって感じ。そうそう。最高4つだね。人の分食うてるもんな、毎回な。食べてあげてるもん。これ誰のって。俺はさ、基本的にその、ライブ前は絶対食べれない人やから、ライブ終わったから弁当食うねんけど、せいじライブ前に食うて、ライブ後にも食うてるもんね。そう。大勢ってなんかほんま、めっちゃミーハーよな。何が？毎回思うねん。なんか男がみんなかっこいいと思ったやつ全部やってみたいね。1年後に、うん、1年後に5時代5時代。でも本当になんかバイクは乗ってみたい。乗ってどうすんの？風感じない、風感じない。そういうことや。ツーリング。じゃあ誰と？でそういうことやね。誰とツーリングなんかもいる。目的ないね。バイクに乗ってみたいっていう目的だけだと。そうそう。ほなバイクも普通バイク持つ。あ、来た。うるせえな、もう見えてんねん、その前からずっと。怖い。え、テレタモチーズ、テレタモバーガー。ずっとテレタモしてる。え、絶対これ。じゃあね、今お得ってなってるもん。とろたまチーズ。ちょっとお得って書いてるもんないの。とろたまチーズ、テリヤキバーガーセット。はい。本来100。ポテト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 も M サイズでやる。 M サイズでいいですか。はい。お飲み物お願いします。お飲み物はプラスシェイク、シェイクバニラ。以上でいい。会計4350円でございます。はい。今が4350円なんで、お釣り見たらいいの。残り1982円。1人400円ぐらいやもんな。ちょうどいいんちゃう。ちょうどスタバトールサイズぐらいかな。はい、いけんな。普通にちょっと優雅な朝飯食えてる感じやな。それじゃあいただきまっか。まだ食べれ、あの、大して食べれない。ダメよ。いいよ。いただきまーす。いただきまーす。いただきます。先食べとくわ。めっちゃうまい。うん、まっ。今日飲み物ある？あ、コーヒーあるよ。じゃあ、じゃあ俺の。うわ、すごいね、これ。いよいよ、フライドポテトだけで、こんな。お宝くじあるやつ。うまそう。2万円分のスクラッチ。なんかめっちゃ今日喋るな。なんで？回ってるっけ。回ってなかったよ。君も喋らん。え、その俺一言も喋らんわって言うてるけど、お前喋ってるから、ね。いや、回ってないよ。プロスピマジうるさかった、お前の体勢。プロスピはマジでね、弱いの体勢がほんと、雑魚すぎて。お前、お前全部実況してくるもん。わ、一分打った、一分打ったよ、一分打った。ね、気がつかない。うぇーって言って。次、俺、同じ投資やったら、これが、あ、ここら辺。あ、来たもん。入れんかった。やばい、ついてしまった。まだね。あれやもんね、待ち時間の方が長い気するな。2つ、うん、2つ。バイバーがやっぱエグいね、これ。うん、でっけー。これやべ、見てください。うん、でっきちー。よっしゃ、到着ってことで、おい、くぜー。飲み物ある？私もずっと飲み物探してる。ないよ。せお前ない？メロンソーダ。ない。一回も見てない。見てない。もっともない。ほんまほんまほんま。ねえ、開けた時に入ってたのは、シェイク2個とコーヒー。ほんなほんま知らんの？ほんと知らんよ。マジ持ってんの？入ってなかった。ほんま。もちろん、いいんだ、こいつって。あれは？うん。サラダ。8000円払えよ。え、ほんなほんまに言い忘れ。レヒートレヒートはだってセット頼んでるからさ、うん、え、でも俺セットで頼んだよね。いや頼んだと思う。今ブユーって巻き戻しして、うん、注文したとこ行ってるよ。でお前言ってないよ、うん、ダブル照り焼きバーガーでもセットサラダメロンソーダメロンソーダメロンソーダ。だ普通に入ってないけど君の伝え忘れです。お会計は取られておりません。はい。飲み物ないと死ぬだもん。なんかわかんなくて。1900円をさ、スタバ以外で逆に何やる何やる かけ
ケンタッキーでそれこそ2000円の箱買えば、ピザ一つ食えるわけない。食えるわけない、食えるわけない。あれ、5個入りとかじゃないの？食えるわけない。何個入り？だって1600円で、あの、ファミリーパックみたいに買えるけど。これ1は食えるよ、全然。俺も1はいける、スティック。絶対勢と清で他は全部。いや、俺ギリギリ1は食えるか食えないか。お前嘘つくな。ダブル言っとんねん、俺と大勢。いや、お金ないねんか。食べれること俺ありがたいことやねん。バイク乗って。俺はコスパっていうか、その値段的なものを考えてスタバ行くわ。あるやん、デザート風。それでいいやん。きたきたきた。はい、いったいった。ラスト。一応一番はこれで使い切りましたと。はい。あとはこれを完食したらクリアです。一回サイズ見ていい？いいよ。ちっちゃくあれ。でかいなー。しっかりする。下タルトやん。いや、でも食べたやろ。トルティーヌ。あ、まあ、しっかりしてんな。しっかりしてる、おい。こっちの方が食いやすいもん、絶対。まあ、いただきます。いただきます。あ、うまい。あ、うまいわ。これうまいよね、やっぱ大勢。うん。スイートミルクコーヒー。これ朝ごはん最高。前俺、聖地君にも一口飲ましたよ。覚えてる。うまいよ。でもなんか案外いけたね。お前なんでそんな涼しいかもしれない。全員で食え。うん。だって葵くんいない状態で。大丈夫ね。大根の待って。これ苦手。あ、で流し込む。流し込む。これまず一旦流し込む。同じやつらに自分の棚に飲んでる俺の俺と同じ。こっちがバグった、こっちがバグった。一番いいの。で、全部あげた。でお前も飲んでる。最後この苦手なやつで。大勢何しろ。大勢いじめるのやめて。最後この苦手なやつで。なぜラストいったれ。あ、もうあとゴール前やぞ。で、飲みました。完食。時間もギリ間に合ったんちゃう？今、取り始めて1時間半ぐらい。けど、俺体勢いなかった。俺無理やったわ。本当。高くの半分ぐらいは大勢食べた。食べた。気づいてない。5人やったらもうちょい楽やから。そう。でも5人やったらなんか値段上がりそうじゃない？それで2万とかあれだ。さすがに発展しない。はい、給料2万やったらいくら一人？いや、これ楽しいよ。5人じゃん。5人。え、5人で？5000円。やばいよね。4500円。5人やばいやん。5人10やから5やったら10や。なんとか無事食べきりました。ありがとうございます。ございます。寿司のスルーあるんやと思ったもん。寿司ローちょっとおすすめ、普通に美味しかったので、安いしな。浜寿司なそんでちなみに寿司ローで。キヤ、お前は間違いだ。浜寿司食ってなんで寿司ロー勧めてるんやろ。めちゃくちゃ。この動画が面白いと思ったけど、チャンネル登録。グッドルグッドルグッド。コメント切り抜きもお待ちしております。以上。よっしゃ。お腹いっぱい。ちょっと無理や。あー、でもどうせ晩飯に腹減るんやろな。まあな、夕暮れ時にはもう腹でこなんねん。